これさ、帽子外したら見て、こんなになるの。ちょっとね、髪ボサボサなんですけど、なんかさ、地雷系？地雷系みたい、今日。イエーイ、地雷系です。なんか地雷系ってさ、悪い感じに捉えられてる、捉えてる人多いけど、普通に可愛いよね。めっちゃ目が大きくなるメイクするじゃん。可愛いですよね。可愛いっていうか、なんか地雷系のあのメイクとかしてる子って、なんか自分にみんな合ってるから可愛いなと思う。なんか私がさ、やったら多分めっちゃおかしくなるけど、めっちゃおかしくなるんだけど、私が多分切開ラインとかしたら、もうこんな我々は宇宙人だみたいになるから、おかしいんだけど、おかしいと思うんだけど、やったことないけど、多分おかしいんだけど、なんかやってる子ってみんな似合うから普通に可愛い。似合ってるって可愛いよね。だから似合うから可愛いんだよね。可愛いから似合う、可愛い、どっちか分からんけど。なんか地雷系の服みたいじゃない？なんでそんな悪いんですか。なんかさ、めっちゃ最近さ、喉痛いんだよね。なんか喉ってさ、2つあるじゃん、喉っていうか、なんか腫れるところ、左側がめっちゃ痛いよね。あーって口開けるだけでなんかちょっと痛いなみたいなって感じがするので、なんかさ、日に日にね、強くなってんの、この痛さが。多分さ、何なんだろうね、乾燥してんのかな、花粉症、花粉症、花粉症って、じゃあ左側が痛くなるんだ。なんか今日さ、あれなんだっけ、ボイストレーニングしただって。なんでボイストレーニングしたから喉痛いって。やってない。なんかやろうと思ったんだけど、ボイスレッスン個人で行ってるんだけど、なんか先生にね、連絡しようと思ったんだけど、先生の LINE がさ、私の携帯になくて、でも母のにはあるみたいな。でこれ、どこ行ったと思ってさ。そう、どこ行ったのみたいな。なんか今日さ、リップをさ4種類ぐらい混ぜてたのね。だからもう唇カサカサすぎてさ、なんか唇、私薄いよね、薄子さんなんだけど。なんかさ、こういう格好も可愛いね。なんか前、最近はなんかそれこそストリート系がめっちゃ自分の中で好きで、なんか結構プライベートの服とかはなんかそういうストリート系っぽい。なんか完璧にストリート系はちょっとなんかなと思うから、ちょっと可愛いストリート系みたいな、まあちょっとストリートかぶったかなみたいなのを、最近はそういうのが好きで、
ちょっと待って、本当にごめんね、なんかさこんなさっきから前髪触ってて、ちょっともうさ、もう触んないから、あと1回だけ触らせて、ごめんね、あと1回だけ。本当にすごいよね、何回前髪触るのって感じじゃん。本当にごめんね、気になるのよ。なんかさ帽子かぶってたらさ、なんかちょっと油ぎっしりになるんだよね私。だからちょっともう油ぎっしりにならないようにこうします。ごめんね、ちょっともう、うんって言ってそれかさ、もう前髪上げちゃおうかな、そんなに気になるんだったら。あ、上げた方がいいね。もう触りませんのでね、すいませんね。もうこれで大丈夫、もう触らない、もうさ全部入れちゃおうかなもはやこれはなんかちょっとハゲみたいになる。ごめんね、本当にしつこいよね、ごめん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 ね。じゃあなんかさ、ほん今日はなんか撮影してたんですけど、まあ普通にちゃんとさ、その撮影の時の髪型があったんだけど、さすがにそれで変えれないなってなって、でメイクさんにね、外していただいたんですけど、それでもう本当に下ろしたからボッサボサだから、帽子がないとちょっとなーって感じなので、まあお知らせを楽しみに、いつ発表されるの、もうそろじゃない、うん、OK、 これで行く、これで行く、ヘイ、便利だよね帽子ね、なんかかゆいんだけど。今日さ、おでこファンデーション塗ってないけど、一個帽子は便利ですね。え、なんかおかしい、なんかおかしいな髪。なんで？もう一個、なんかもういいや配信だし、いっか。ダダコ猫なの、かわいいって、本当ありがとうございます。さ、もうちょっとこれ高くできないの、あと5センチ欲しいね。クッション引こう。8は何ですか？どうしたの？下降りたいの？うわ、なんかめっちゃ、そう、なんか私よくさ、なんかコンビニエンスストアに行くんですけど、そう、コンビニでね行くんですけど、そう、まあコンビニによく行くって言ったらなんかすごいなんか変な人みたいになっちゃうけどさ、コンビニに行くんですよ。でそしたらなんかもう私コンビニ行きすぎて店員さんのこと覚えちゃったね。だから店員さん覚えちゃったっていうか、なんかいつも一緒なのよ店員さんが。そうで、私コンビニ行くときはだいたい結構夜とかに行くことが多いんだけど、もう夜って言っても1時とか2時とかもう結構そんぐらいなので、なんかお昼に行く、お昼っていうかまあ日がまだあるうちで、まあ行ったり全然するんですけど、そうで、なんか久しぶりに行ったの、その日がまだあるうちにね。でそしたらなんか、あ、いつもの人だと思って、でなんか結構なんか本当に
ここ1ヶ月ぐらい前ぐらいからなんか店員さんに多分認知されてるのかな、わかんないけど、もうまたなんかレイちゃんって自意識過剰みたいな思われたくないからさ、あんま言いたくないんだけどあんまり言いたくないんだけど、なんか私が来たらあっみたいな、なんか店員さんでこうこそこそ話してるの、わかんないよ、もう本当にたまたまかもしれないけどなんですけど、本当にわかんないですよ、本当にわかんないんですけど、いや本当にわかんないよ、本当にわかんないんですけど、なんか私がコンビニ行ったらなんかコソコソってされるの。そうでもファンの方とかじゃなくてめっちゃ若いの、多分本当に私と同い年とかバイトの方だと思うんですけど、バイトの方だと思うんですけど、20行っても20歳とか21歳とかで、海外の方なの、絶対ファンの人じゃないの。なんかファンの人だったらなんかえ見ていいのかなみたいな、こうみたいな反応されるのね、ファンの人だったら。でも結構そういう人ってめっちゃ堂々と見てくるの。いやわかんないよ、本当に私が来たタイミングでいつもなんか、うん、今日サンドイッチの搬入少なくないとかそういう話してるかもしれない、わかんないけど、わかんないけどね、わかんないけど、もしかしたらそういうあの話を本当に私がいる時にたまたましてるかもしれないけど、ちょっとかいな、そう本当にたまたましてるかもしれないけど、ちょっと前髪下ろすわやっぱ何回直すのって感じだよね、本当にごめんね、めんどくさいさアイドルで、本当にごめんなさい。やっぱり前髪ないと、もしこれさ YouTube とかに乗るじゃん、いつも YouTube とかに乗るじゃん、これってショールームってさ、なんか YouTube とかにさ違法で乗ってるじゃん、そういうのってさたまに友達とかが見たりするので、学校とかさ、もしさなんか大学とか行った時にさ、あアイドルの子いるらしいよって言ってさ、なんかショールームとかさもし検索されたらさ、うわなんかこのあの人なんか帽子のかぶり方おかしくないとか言われたくないから、あのショールームでも絶対に可愛い自分でいいよって、もう最近誓ったばっかりなの。ちょっとどうすればいいの、もうこの意味わかんない前髪は。そうまずね、学校でバレるときは YouTube とか見られるわけよもうしつこい女って思われて、さあもう触りません、はいもう触りません、はい触りました、はいもういいんだけどそうでなんかそれで、まあ、そしたらもしかしたらね、今日卵ホットサンド全然なくねみたいな、私が来たときにちょうどね話してるかもしれないんですけど、わかんないですよ。私が行くと絶対にレジがゾワゾワサワサワしてるんですよ。いや本当にわかんないよ、本当にわかんない、本当にわかんないけど、なんか本当に私の勘違いって言われてもおかしくないレベルでこっちも意識しちゃってるんですけど、なんか私が行ったら一人が見つけたらなんかみんなでね輪になって話してるわけよ。で私がなんか消毒してる時も後ろコソコソコソみたいに言ってるの、海外の方なんだけど、そうで普通に本当に若いのね。そうでその本当にわかんないけど、そうでそしたらなんかいつもなんかレジ戦争みたいなしてるのよ、本当にわかんない、本当にさ私の勘違いかもしれないんですけど、なんかお母さんとか、まあお母さんと一緒に行ったらそういうことされないの、でも私一人で行ったら絶対にされるのね。そうなんでだろう、そう絶対にね違うんですよ、絶対にファンの方のあの反応じゃないのよね、あれは可愛いと思われてんのかな、キーいや絶対違いますけど、あーやっぱり例の可愛い子来た、え絶対そうだと思うんだよね、やっぱり自分でも、うわなんかうわ今日あの可愛い子めっちゃ、なんかああいう格好もするんだよ、ああいう格好もするんだねみたいな思われ困っちゃう、まあ、絶対それはないと思うんですけど、本当に絶対それは違うと思うんですけど、はい絶対ないと思います。えどっちよって話だよね。そうなんかだからさ、なんかちょっと怖いんだよね。そうなるとコンビニにもおしゃれしていかないと、まあいつもマスクしてるから、まあすっぴんの時でもあんまり変わりはしないんだけど、私こっから下がさちょっとあやばいからさ、
そう、まあいいんですけどね、ですけどね、まあっていう話と、今日カラオケしたいんだよね。でもカラオケしたいんだけど充電がないから、ちょっと充電がちょっと何パーか溜まったらやろうかなと思ってるから、それまで私のフリー MC です。どうぞお聞きください。で、なんか昨日岩盤浴行ったんですよ。で、私結構一人で行くのが好きで、昨日は一人で行ったんですけど、その前も岩盤浴じゃないけど普通の温泉とサウナは一人で行ったんですよ、行ってるんですよ。私結構一人で行くのが好きで、なんか結構人に合わせるとかまあできるんですけど、そういうなんかプライベートの時とかリラックスしたいなって時は大体一人で行ったりとか、まあ行く相手がいないっていうのが一番なんですけど、まあっていうのはまあまあ置いといて、まあ一人で行ったんですね。で、なんかその岩盤浴があるところってなんか結構大きいじゃないですか、結構大きいじゃないですか、大きいところに行ってるんです、いつも。そう、まあいつもっていうか、いつもそこに行ってるとかはないんですけど、結構さ、東京っていろんなところがあるじゃないですか。だから東京の岩盤浴とか、まあいろいろサウナもミストサウナとか、まあいろいろな温泉の種類があるとか、まあその3つが揃ってるところに大体行ってるんですけど、まあ初めて行ったんですね。で、結構私ずっと初めてのところ行ってるんだけど、温泉は鹿児島じゃないとね、東京は本当にずっと初めてのとこ行ってるんですけど、で行ってたんですよ。で、そしたらそういう大きいところって館内着と岩盤浴着があるんですね。で、岩盤浴着はその岩盤浴にしか着ていけないみたいな、岩盤浴の時汗をかく時用に着るみたいな。で、館内着はお風呂上がって、まあ、綺麗な状態で休憩するときに着る服みたいな。だからその岩盤浴以外で着る服ですよね。まあ普通に温泉入る前に先に休みたいなっていう人はそれに着替えてっていう人もいると思うけど、もう私はだいたい岩盤浴の時はまず温泉行きます。で、受付とかいろいろします。で、水を買います。で、まあ、普通に温泉先に入って、でその時に頭とか洗わないんですよね。頭以外体とか、まあ、洗顔して、で湯船に20分ぐらいかな、出たり入ったりして、で体が温まったら岩盤浴にだいたい1時間ぐらいかな、まあいたりで、時間制限があるところとかもあるんで、まあそのまあ時間によってみたいな、まあ本当に日によって違うんですけど、で岩盤浴やって、でまた温泉に入って頭洗って、でもう一回サウナとかいろいろ入って、で出て帰るっていうのがいつもなんだけど、昨日はその昨日は普通に休憩して1時間ぐらいね、その休憩みたいな、なんか女性専用ルームみたいなところがあるんですけど、大体そこで爆睡してました。そうで、まあその館内着と岩盤浴着が分かれてるって言ったじゃないですか。で、なんかそのいつもめっちゃパーって説明されんのね。なんかじゃ あこちらのこれこちらがなんかバーって全部ね積み重なってて、なんかタオル、温泉用のタオル、フェイスタオル、館内着、岩盤浴着、岩盤浴の時に引くタオルみたいな、でバーって積み重なってて、それはバッグで渡されるのね。で、バッグをパカッて開けられて、これがあの岩盤浴着で、こちらを引いて お使いください。そして下にある方が館内着ですので、館内を歩き回る際はこちらをお使いください、下はバスタオルになっておりますみたいな感じで渡されるんだけど、初めてだからさ、どれがどれってさ一瞬で覚えられないの、私って。なんか私そういう時結構適当に聞いてるのね。あ、わかりましたみたいな。で、後からえ、どっちだったっけっていつもなる人なんですけど、でまあ案の定なったのね。で、まあなんか周りの人がいっぱい来てた方を岩盤浴に来てたので、それでなんか岩盤浴が満杯みたいな、もう本当に満員みたいになってて、その一人出たら一人入れるみたいな、空いたら入れるみたいな感じで、それ待ってたんですね。そしたらなんか隣のカップル、夫婦かなみたいな人たちが、まあ夫婦かカップルか分かんない、夫婦なのかな、まあいいんですけど、そこの人たちがなんかコソコソしてたのね。でもそれは普通になんかまあコロナだし、マスクみんなつけてるけど、そのまあ小声で喋っていられて、まあいいやと思って普通に携帯いじったりとか、一人だからさ携帯いじったりとか水とか飲んだりして待ってたんですよ。5分ぐらいかな、待ってたらなんか
えみたいな、なんか私の方がこうなんか一列に並んでて、私が一番前に並んでて、その夫婦の方、私夫婦の役、あれみたいな、うーん岩盤浴着だよね、うーんそっかーみたいな話してたので、え待って岩盤浴着と館内着、これ私間違えてるわと思ったの。でもなんかさ、こっちもプライドあるじゃん、なんか携帯じゃ、え待って岩盤浴着、えで隣の人見て確認しようとかさ、なんかできる雰囲気じゃなかった、本当に静かすぎて。でこっちも携帯いじってるからさ、うわ待って本当にやっちまったわと思って、うわマジやったどうしようと思って、まあこうやって目をこうやってかける隣見たら、そしたら一緒の色なのね、一緒の色やんと思って、えな何の話と思って、そうすごい焦りました。私自分館内着て、館内着て岩盤浴行ってると思ったら全然自分岩盤浴着でしたっていう話、全然オチがないですねっていう話です。そう焦った。でなんかその高温のなんか温度が高い方、石とかもう本当に室内の温度が高い方の岩盤浴と、なんか全体的に温度がその高い方よりは低いみたいな岩盤浴2種類があって、最初にその高い方に行ったんですね。そうでその低温の方を最後に、最後とかも2種類しかなくて、でそっちの低温の方に行ったんですけど、まあ、私岩盤浴入ったらいつもね本当に眠くなるの、なんかやばいのかなこれって。いやそれで普通にまあめっちゃ本当に眠くて、でその低温の方で10分ぐらい寝ちゃってました。大きいところみたい、えそう私大きいところしか行かないですよ、てか岩盤浴自体が大きいところにしかないないですよ、大きいところにしかない岩盤浴。なんかあの私が行きたいと思うところが大体大きいところだね。寝ても安全なの、え多分安全じゃないと思う、なんかお風呂の中で爆睡するっていうのと多分一緒よりは、まあ罪は低いかなみたいな感じ。そうあのね暑い時に寝てるとね水分ねどんどん抜けていくからね、危ないね、まあ言えば水分が抜けて干からびて私は死にましたみたいなこと聞いたら、みんな岩盤浴で死んだんだなと思って。はい、まあね人間はねいつこう天国に行っちゃうかわからないからね、私はもしかしたらその昨日のタイミングで行っちゃってたかもしれないなと思うと、あ生かされてるなと思いましたね。はい、そう、岩盤浴いいですよ。でも私さサウナがすごい結構苦手なんですよね。そうなんか岩盤浴は本当に20分とか全然汗がダラダラ流れたら出るって感じなんですけど、サウナ本当に苦手、なんかサウナ息しづらいんですよね私、息しづらいしなんか暑すぎる。そうなんか岩盤浴は本当に寝転んでるからなのかな、サウナ本当にねしんどいんですよね、サウナ本当にしんどくて。でもサウナなんかスチームサウナがあって、スチームサウナは10分ぐらいいました。でなんかサウナも結構 3,4 種類ぐらいあって、もう一つのフィンランド式みたいな方も5分8分ぐらい入ってたかな、楽しかったです。で私水風呂も結構苦手なんですよ、だからシャワーでちょっとぬるいやつをかけてます。水風呂苦手、水風呂入れる人本当にすごいと思う。今サウナ流行ってるね、サウナ流行ってるよね。でも私は本当に岩盤浴派、結構ちっちゃい時から、ちっちゃい時っていうか中学生ぐらいから岩盤浴こう行ったりしてたんですけど、岩盤浴好きですねやっぱ。そう岩盤浴いいよね、岩盤浴いいです。なんかそれこそ昨日本当は別に行かなくてもよかったんですけど、行きたいと思ったんじゃなくて、なんか
顔のむくみを取るために行ったんですよ。そう、マックスさんありがとうございます。ヘナチョコさんありがとうございます。ゆきたんさんありがとうございます。ギフトありがとうございます。最近ね、ギフト読むの忘れちゃってたんだよね。なので読みますね、ちゃんと。10周年を迎えることをご存知ですか、なんて初めて知りました。今おめでとうございます。ジャカルタおめでとうございます。同じ48グループで活動できているのがとても嬉しいです。ちょっとあくびさせて、目が乾燥しちゃった。トゥルントゥルントゥルン。最近バックナンバーさんのもう良さがもうめっちゃ最近分かって、バックナンバーさんめっちゃ聞きました。今日もなんか私結構一人でメイクするのが結構好きなの。なんかメイクの時はね、なんか誰からも喋りかけられないっていう空間が大好きで、でなんかその今日メイクルームがあって、でなんかもう一つなんかそのメイクルームじゃないけどなんか教材があって、でそこをもう使っていいよみたいに言われてて、そこが空いてたんですね。でなんかもうメイクルームが結構パンパンだったの、人でだったから、パンパンっていうかもう座る場所なんかもう鏡とかもなくて、あもうこれは私がっていうか、私がちょうどメイク終わったタイミングで、でまだメイク、あ髪は終わったんだけど、あの顔が終わってなかったから、あじゃあどこやんないとなーと思って、そうでその兄弟の方に行ったんですけど、そこで一人でバックナンバーかけて、でもスタイリストさんとかいたから、そのバックナンバーめっちゃ聞いてるやんって絶対思われてた。そうスタイリストさんは座ってて、私は兄弟で座って椅子に座ってやってたんですけど、バックナンバーいいですよね。君の恋人になったらだったかな、もしなぎねんてんてんてん恋人になれたのならてん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 、でも待てよよく考えりゃそれって君の頭とか肩とかに触ってもいいんでしょ、ああそれでもいいんでしょっていう歌詞が大好きです。もしも君やん、わあそんな思われたいと思いましたね、すごくそれ聞いた時に。でも待てよよく考えりゃそれって君の頭とか肩とかに触ってもいいんでしょ、すごいよくね、めっちゃ愛されてるじゃんね、その女性側なのかな。そうでもね、私は結婚するのが40代って言われてるからな、40代まではそれを思われる人は現れないと思うと、すごく悲しいですよね。私将来どうなってそうですか？私って将来どうなってると思いますか？2回聞いた。私って将来どうなってると思います？何してると思う？意外と早いかもよね、もしかしたら明日結婚するかもしれないしね。そうなんか占いにの方はなんか会社の社長さんとか、なんか会社経営者になってますねって。私結構占いいろんなところ行ってるんですけど、結構何人にも言われました。結構何人というか全員に言われました。で私がそのいない、私が行ってない占い、なんかお母さんとか
おばあちゃんが行った占いで、まあ娘と孫だからこう聞いたりしてたんです、したみたいなんですけど、そういえばこの間おばあちゃんに会った時に僕占い行ったんだけど、れいちゃんは会社の社長とかそういう起業したりとか会社経営者にをが向いてますねこの子はって言われたんだって。すごくない？言われたから、まあそういう感じなのかなって、そういう感じっていうか自分がなりたいですね。なりたいっていうか、なんだろう、やっぱり周りを見てるとそう思う、やっぱ家族とかを見てると起業とか会社経営がいいなと思いますね。なんか周りにそういう人が多いからなりたいな、なりたいっていうかなんかいいなと思います。いいな、いいな、かっこいいって感じ。M&S でしたっけ？ M&S だっけ？あの会社を変える、さ会社を変える、購入できるみたいな M&S だっけ？そういうのを使ってやってもいいなと思うし、なんだろうね、まだ17歳だからねですけど、普通になんか自分の名前を使わないでもなんかできる感じがいい。なんかそれこそさ、なんだろう、アパレル系とかそれこそメイクとかってやっぱりある程度さ、こうなんか知名度があったら、なんかああの人がプロデュースしてるから買おうとかって絶対なるんですよ。なるじゃん、私もなるもん。だって IKKO さんが使ってる化粧水私買っちゃうもん。とか田中みな実さんとかがなんか愛用してるって言われて私すぐ買っちゃうの。もうメイクポーチ田中みな実さんが使ってますって言われて何個買ったことかって思うぐらい化粧品道具があるんですけど、メイク品が。そうで、まあそういうだから結構名前があると強いと思うんですけど、なんだろうな、名前がなくても成功できるようなのをしたいなと思います。そうそうそう、有名な方がね使ってると買いたくなるんだよね。そう、まあ何でもいいんですけどね、何でもいいっていうか、まあいろいろあるけど、まだなんかどこにもない会社とか、まだどこにも出てない事業とかだから言いたくないです言いたくないって感じ。そうそうそう、名前が売れてるのは便利なんだよね、すごく。だってもしアパレルするってなったら自分でモデルをするから人件費削減、モデルさんとかを雇わなくていいからそこのお金もはしょれるし、自分の SNS が強いじゃん、だからそこで広告もできるし、やっぱさ、こうアイドルとかしてるといろんなスタッフさんと出会うから、そうやってなんだろうな、人をこう集めやすいって、もう本当にいろいろなんか悪いことは本当にないぐらい。あるとしたらなんかその期待しす、買い手が期待をしすぎてしまって、あじゃあ例えば私がめっちゃ有名になっちゃってね、なんか藤園麗ちゃんが使ってるからこれ買おう、あんな肌綺麗だもん、まあ汚いけどね、そうって思って買った時にあんまりそれが期待以上じゃなかった時にな、悪くなっちゃうよねっていうのはあるよね、分からんけど。そうだから、まあ、それぐらいじゃない、
まあいろいろあるけどね、いろいろやり方はありますね。そう、でも私アイドル辞めたらね、芸能界多分引退するんだよね。引退って言い方はあれだけど、多分芸能界残らない気がする。わからないけどね。なんか今はもうアイドルしたら、 AKB を卒業したら、それこそなんか会社とかをしたいなっていう感じかな。だって自分がなんか女優さんとかしてるイメージが湧かないですね。まあ人生どうなるかは分からないですけど、やっぱ芸能界にいるとね、縛られてしまうことが多いからね。そうですね。だってもうさ、私なんだっけ、アイドルやめたらもう絶対鹿児島帰るもん一生鹿児島いたいからね。化粧品とか作るの、化粧品あんま興味がないですね。化粧品あんま興味ないかな。なんかこういうのがあったらいいなっていうのあるけど、洋服も、だからなんとか団体とかっていうのをなんか立ち上げてみたいなとかもある。なんかそれこそペットとか好きだから、まあそのさ、あんま言いたくないけど、なんか殺処分とか、なんかやっぱり今コロナウイルスの影響ですごいペットを飼う人が多いんですよ今。そうで、すごく多くて、で結構ペットって20万円とか30万円とか、まあ、結構誰でも買えるって言ったらあれだけど、手の届きやすい金額なんですよね。そう、買おうと思えば、買おうと思えばって本当にすぐ、あ、買っちゃおうみたいな。安い、安いって言ったらあれだけど、なんかね、犬にそうやってね価値決めるのも私あんまり好きじゃないんですよね。そう、なんかこれはいくらしたとかっていうんじゃなくて、本当にあのね、もうめっちゃいろんなペットショップ探したら20万円とか15万円とかで売られてるワンちゃんとかもいるんですよ。10万円とかね、もう本当にめちゃめちゃ大きい、もう大きくなっちゃったワンちゃんとかって、はい、いるんですよ。でもそれってさ、すごい普通に手に入っちゃうし、なんかペットの買う時ってなんか契約書書いたりとか、まあ、すぐ本当に2時間ぐらいで終わるんですよ。本当に私もペット何匹も買ったことあるからわかるんですけど、行って、あ、これにしますって言ってパーって契約書書いても本当にすぐ終わるの。そうで、なんかやっぱりそのすぐ買えちゃう、すぐ買えちゃうからさ、いや安いって言ったらあれですけど、あの手が届く値段だからすぐ買えちゃうから、なんかそんな苦労しないで買ってるから、可愛がらない人もいるんですよ。だから保健所に連れて行くんですよ。そういう人が多いのね。まあいろんな理由とか、あとは旅行に行けないから保健所に預けちゃおうとか、なんかどっかで見たんですけど、なんか小さい子供に、なんかもうお父さんとお母さんと一人息子と一人ワンちゃんがいるっていう家庭があって、でその息子にあの旅行行くか、このワンちゃんと一緒に普通に家で普通にあの旅行行かないか、どっちがいい、でも旅行行くならワンちゃんはバイバイだよ、どっちにするって言ったら、子供は旅行に行くって言ったんですって。そしたら旅行行くからワンちゃんが誰も面倒見る人いないんだ、1ヶ月とか行くから、それで保健所連れてったりとか、なんかそういう人がさ、やっぱさいるから、なんだろうな、やっぱペットもあの人間の赤ちゃんのお母さんって
なんだろうな、すごい責任があるから産むじゃないですか。でなんかその赤ちゃんのお風呂の入れ方だったりとか離乳食とか、まあ、いろんなことを学ぶじゃないですかお母さんって。だからそれをワンちゃんも同様にそういうことをした方がいいんじゃないかなって思って。そうワンちゃんもね同じ命だからとは思いますね。だからそういうなんか団体を作りたいなとか思う。そのなんか何なんだろうね、なんかだからその犬を飼うにあたってペットショップと何か連携をしてっていうのがいいかな。そうでもなんか保健所に連れてきたら罰金100万円とか言ったら保健所じゃ高いからそこら辺にポイって捨てようとかっていう人も絶対出てくるのが難しいんだよね。そうしいですよね。まあ、世の中いろんな人がいるよ。変な人がいっぱいよね。そうですね。とかあとはワンちゃんもうなんか女の子はさ妊娠できるじゃないですかワンちゃんも。でそれでそのただ妊娠させるためだけ用のワンちゃんとかがいたりして、それで子供を作らせて、でその繁殖犬みたいな言われてるらしいんですけど、そうそういう用のワンちゃんとかもいたりとかで、いっぱい産ませたいからその麻酔なしでお腹を裂いて赤ちゃんだけ取ってもその子はバイバイみたいな、繁殖犬はねバイバイみたいなこととかもあるし、あるんだってペットショップはね。だからペットショップで買わない方がいいと思う。買うならブリーダーさんからこうブリーダーさんのところでこうワンちゃんを買ったりとかした方がいいね。ペットショップも全部が全部それじゃないけど少なからずあるっていうことはあるから、少なからずあるんですよ。だからペットショップでは買わない方がいいですね。結構ワンちゃん好きなら知ってるんだけどね、ブリーダーさんのところで買うって。だから私のお母さんのお友達も柴犬を飼ってるんですけど、それもねずっとブリーダーさんから飼ってますね。そうなので危険危険だから、そういうことだから、ただそのお洋服とか化粧品とかもいいと思うけど、そういうなんか世界がまだこうしていないようなことをしてみたいなっていうのもあります。みんなが幸せになれるからね。それはそう、まあお洋服とかお化粧品もいいと思うけどね、簡単だもんね作るのは。あのね、あとワンちゃん飼うときはワンちゃんでそんな1年じゃ2年そこらじゃんこう亡くなったりしないんですよ。本当に13年生きたりとか十何年とか大体こう生きるから、その十何年間は旅行は行けないと思った方が絶対にいいと思います、買うなら。そうだから私はおばあちゃん家が近いし、おばあちゃんがワンちゃん好きだから、そう本当にもう旅行行くとか全然ないけど、それこそそうもう行っても本当に県内の日帰りとか、そうとかその旅行に必ず一人行けない人とかがいた。そうお姉ちゃんが一人残るとかお父さんが一人残るとかありましたね。だから家族全員での時は本当におばあちゃんに預けたりして、もおばあちゃんに預けてたね。でも本当にその家族全員で行った旅行もそうだね、そんぐらいだね。本当に誰か一人残ってっていうことが多いね、そのワンちゃんがいるから。ペットも泊まれる旅館ね、ペットも泊まれる旅館はあるのを知ってるけど、あの果たしてもしじゃあユニバーサルスタジオジャパンに行きましょうってなって、ユニバに犬って連れていけないから、逆にワンちゃんがね県外で一人ぼっちってなっちゃったりねするからね。ペットホテルとかもなんか私預けれない、なんか
知らない人に何日も預けたくないかな。なんかだって私家族はハチがトリミングに行くだけですっごい心配するの。だからそんなもうね、1泊2日でもペットホテルも利用できない、怖くて。ワンちゃん好きならわかると思うんだよね、この話が。ワンちゃん好きならね、ワンちゃんが好きならわかる、分かってくれるけど、だから結構ワンちゃん嫌い、全然それでもいいんですけど、ワンちゃん嫌いって苦手っていう人なんかいいじゃんそんぐらいって言うけど、嫌ですね。そう、だから私なんか本当にここ2年ぐらいなんか結婚条件とかなんかたまに聞かれるじゃないですか、配信とかで。絶対にペットが好きな人っていうようになりました。ペット、動物好きな人っていうようにしてます、言うようにしてます。まあ優しいとかはもちろんだけど、優しいとかもいろいろ自分の中でこうね言わないですけど、条件っていうか、まあこうだったらいいなみたいないますけど、それに加えてペット好きな人だからね、ペットって分かるんですよね、その人のことが。本当にこの人いい人だと思ったらすごい懐くし、この人っていう人は吠えたりとかするんですよ。そう、じゃあカラオケ配信でもしましょうかね。今バッテリーは十分に充電されましたって。地域猫とか公園のスズメを、すごい私にアピールですか、自分は動物好きだよ好きだよってアピールしてますね。みんなアピールタイム。何がいいですか曲。いきなり曲って言ったらすごい、いきなりすごい人がいっぱい出てきましたね、コメントが。エコラブの意味はダメ、え、歌っていいのかな、歌っていいなら全然歌うけど、いいんですかね。アモノジャクバッタってなんでそんな人気なの、私たちが苦しんでるとこ見たいのかな、歌いづらいから。あの私ね最近すごい好きな曲があるんですよ。歌えるかな、いやちょっと待って、全然それじゃないやつにしよう、この間歌えなかった。マジ喉痛い、なんで、え、君に会うたび恋をするってどんな歌だっけ、久しぶりのクラス会でって歌えるし書いてるけど、どんな歌だっけ、え、どんな歌だっけ、君に会うたび恋をする、ちょっと聞いてみよう、ちょっと一回、わーい、何があるかな、
今選んでます。 NNB さんのゾーンで。妄想ガールフレンドとか皆さん好きそうなので歌います。わけないけど愛は止められないんだよって言ってたよ。ああそういう感じね。ヒヒね、キスまでカウントダウンさ、歌えるかな？歌えないと思うけど聞いててね。歌えないと思うけど聞いてて。これ好き。なんか。あ
よさ。え、最高かよ。私すっごい思い出があんの。なんかイベントの時にめっちゃ歌ってた。なんか朝からやっぱ配信とか5時からとかイベント期間中ってしてて、本当に2年前とか5時とかからしないといけなくて、お仕事の関係とかで本当に5時からずっとしてたの。そう、その時にテンションを上げるために最高回をめっちゃ歌ってたの。もうこの曲聴くとイベントの思い出がめっちゃ出てくるんですよ。でもあんなに歌ってたのになんで今歌えないんだろう。不思議すぎる。もう最高回をめっちゃ好きなんですけど。でこれも好きですね。なんで？みんなが HKD ばっかりとか言うから他のチームも歌いますよだ。じゃあこれ大好き。鹿児島だったのね。鹿児島出身ですよ。え、わかんない。またあなたのこと考えてた。これマジ歌えないですからね。これ歌えないです。で、わかんないわ今のサビも知らないっていうね。サビも知らないよ。え、なんかバラード系って意外にないんだね。なんか君のことちょっと好きかもって突然これ歌えないからね。本当に歌えないのたくさんすぎてごめんがないわ待って、本当に聞いてるだけだったらダメだね。歌わないとごめんね。何も歌えないアイドルじゃん。何も歌えないアイドルだ。じゃあチーム B なんで。なんか STU さんかな。遠距離ポスターも聞いたことあるぐらい。え、遠距離ポスターないみたい。遠距離ポスターないよ。え、遠距離ポスターってないんだね。意外。ライダーとか。え、ライダーってどんなやつだったっけ。え、ライダーあんな歌ってたのにわかんないわ。ちょっと一回聞くね。逃げて壊してほしいよ全部全部。ストップ。
ストップって言ったら歌えないやつだった。ストップ口うつしのチョコレートでストップされたんですけど、口うつしのチョコレートってさ歌っていいんだっけ、私って18歳以下ってダメなやつだっけ。口うつしのチョコレートで止まってしまった。いや多分いっちゃダメだよねこれって。18歳以下はダメなやつじゃなかったっけ、わかんないけど。何歌おう。じゃあそもそもさ、そんな口落ちしのチョコレートってさ歌詞わかんないんだよね。あと2曲ぐらいで終わりますね。何にしよう。何にしよう。皆さんギフトありがとうございます。初見だってありがとうございます。イエイ。あと何がある。なんかすっきりエモい感じに終わりたいです。なんかちょっとしんなり終わらせたい。なんかテンション上がるやつだと、もう一曲歌いたいってなるから。夢力歌えるかな。夢力だそうぜってやつだよね。ヒュートンで歌ったわ。あ、ないわ。夢力ないって。夕日を見ている。
夕日を見ているかもないの？夕日を見ているかもないんだ。彼女もなかった。彼女もなかったです。あ、虹の作り方いいね。あるかね。いや待って、どんな歌かわかんないわ。もし歌えないね、どうしよう。もう終われ、終われないじゃん、終われないじゃん。あの日は空が光ってた、時よりまばたきするように、てててててててない名、空に響いた校舎の壁にだよね。もうこれも絶対歌えないんだよ。え、これも歌えないからなんだよね。あの日は空がってやつだよね。ね、もうかんな、終われないじゃんショールーム。もうしょうがないから、もう絶対にも自分で決めるわ。ストップ。あ、彼女あるじゃん。さっきなかったのに、なんで今はあるのかな。もう彼女は劇場で一人で歌ってますんで、あのコンサートで歌ったことある。あの夜一緒に泣いて再会を誓った。夢の途中、まだ未来はずっと先の見えない場所も、まだまだ成長してないから、胸を張って会えるくらいもっと輝くその日まで、めっちゃ痛いんだけど、花粉のせいで。誰に聞いたのだろう、帰ってきてること。突然家まで彼女がやってきた。なぜ知らせないのよ、ブンブンを凍っていった。そして思い切り私を抱きしめた。届かない星にならあなたも見たいけれど、頑張ってる今も輝いてると、涙目で笑った。夢のステップ登ってる時、きっと人は輝くもの、自分じゃ何
ゃあ13位天守閣さんありがとうございます。12位かすみちゃんありがとうございます。11位はプッチーニさんありがとうございます。10位はハウさんありがとうございます。9位はベベモンさんありがとうございます。8位はモボロシさんありがとうございます。7位はセッキーさんありがとうございます。6位はピンクカメオさんありがとうございます。5位は YSA73 さんありがとうございます。4位はアンジュンはカムパンガッタさんありがとうございます。3位はマックスさんありがとうございます。2位はジュンさんありがとうございます。1位はブケネアさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あーもう2時間も久しぶりに配信してこうやって雑談とカラオケだけでもうすごい楽しかったです。はい皆さんそれではありがとうございました。長い時間ねお付き合いさせていただいて私のただ歌いたいだけ配信でした。じゃあそれでは皆さん明日は日曜日、素敵なサンデーにしてくださいね。じゃあそれではみんなバイバイキーン。